時間ですので早速始めたいと思います。本日は我々にも非常に馴染みがあるですね、日本の、ベストフレンドであるあのブルース・ストークスさんをお招きしてですね、今回はこのグローバルコンサーンアバウトクライメートチェンジワイドサポートフォーリミティングエミッションということで、ちょうど COP21 がパリで11月の末から始まりますけれども、それを前にしたですね、非常に意味深い、ブリーフィングになると思います。ブルース・ストークさん あのこれまでのお仕事の関係は皆さんもご存知でしょうかと思いますので、私からはもう省いさかせていただきます。ピューリサーチセンターで今世論調査を担当していらっしゃって、前回はこちらで TPP とトレードについての世論調査の結果を発表されて、その結果、今回、合意にもなったというわけです。今日はこの後ブルース・ストークさんは北京に飛び立てご出発されるということで、3時半には こちらを出発されるということですので、3時半までということで、進めたいと思います。私は申し遅れましたけれども、共同通信編集員の杉田でございます。ではお願いします。それじゃあ即座に入ってください。はい、Thank you very very much, and I wouldparticularly like to thank Ishikawa-san for inviting me. I look forward to exchanging views with you all about climate change and our research on public opinion. ありがとうございます。特に今回お招きくださいました石川さんに心から御礼申し上げます。で、本日は皆様方とぜひ気候変動に関する意見交換をさせていただきたいと思ってまいりました。For those of you who don't know the Pew Research Center, we are based in Washington. We are nonpartisan, non-advocacy, so we do not take a position on climate change. We ask people their views on climate change, we report the results, but we do not have a position on this issue because we believe that to be independent is important.And we believe that good public policy comes from good information.ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私どもピューリサーチセンターというのはワシントン DC に本拠を置いております研究機関でありまして、超党派のシンクタンクとなっております。私どもはどのような論点につきましても独自の立場を取るわけではございません。あくまでも世論調査等を行って皆様方の意見を調べるというのをその旨としております。と言いますのも、私どもにとりまして独立性が極めて重要だからです。良き公共政策を立案しようとすれば、それは質の高い情報がなければならないという信念に基づいております。 This survey was taken in April and May in 40 countries, 45,000 people, 68 languages. The countries represent about 76% of the world's population.And these are telephone surveys in Japan, Western Europe, the US, face-to-face surveys all over the rest of the world. And the margin of error is about 3-4%.今回私どもこの世論調査を4月から5月にかけて行ったわけでございますけれども、対象となった国々が40カ国ということで、大体対象となった方々4万5000人を対象にこの世論調査を行っております。国の数で言いますと、大体世界の人口の 76% をこれで占めることができております。で、調査の方法といたしましては、電話による聞き取り調査と面接による対面の調査と両方行いましたけれども、西欧諸国、アメリカ、日本におきましてでは電話での調査、残りの国々におきましては面接を使った面接調査を行いました。そして今回の世論調査の誤差のレンジでありますけれども、だいたい 3% から 4% の誤差のレンジとなっております。 If there are three things to remember about this survey results, one,
is that people are very concerned about climate change all over the world. 今回の世論調査で、3つ大きなメッセージを今日持って帰っていただくとするならば、これから申し上げる3点であります。まず1つ目は、世界のどこにおいても気候変動に対して人々は非常に心配している、懸念しているという点。Second is that they want their government to sign an agreement in Paris that would limit greenhouse gas emissions. そして2つ目、それぞれの国の政府がパリの COP21 において温室効果ガスの排出を制限するような国際的な合意にそれぞれの国に署名してほしいと思っているというのが2つ目。And the third point is that implementation of any agreement reached in Paris will meet ideological and partisan opposition in many countries.そして3点目は、とはいえパリで何らかの合意ができて、この合意が実施される暁にはイデオロギー的にまた政党支持がどの政党を支持しているかによってそれぞれの国内によっておいて大きな抵抗が生まれる可能性があるということを今回の世論調査の結果は示唆しております。 This is a global map of the countries we surveyed. Dark blue represents countries that are the leastconcerned. Notice who they are. It is China and Poland. この地図に示されておりますのが今回私どもの調査の対象となった国々です。濃いブルーで示されている国々、これは最も人々が気候変動の問題に対して懸念を有していない国でありまして、どこでしょうか？中国、そしてポーランドです。And the dark red are countries that are the most concerned, and the most concerned population in the world is in Brazil. But I would point out to you, we were doing the survey in Brazil in April and May when they were experiencing a drought.そして濃い赤で示されているのが一番気候変動の問題に懸念が強い国です。でそれがご覧いただけるようにブラジルとなっておりますけれども、そこ一つ注意していただかなければならないのは、この調査をブラジルで行いましたのが4月5月というタイミングで、つまりはブラジルが非常に大変な干ばつに見舞われていた時期と重なったということは覚えておかなければなりません。 If you look at concern across the worldWe ask people three questions to find out their concern about the problem. 気候変動の問題について、世界各地の人々がどのような懸念を有しているかということを調べるに際し、私ども3つの問いかけをいたしました。 A median of 54% around the world said climate change is a very serious problem.これはグローバルメディアンということでお示ししますけれども、世界の回答者のメディアン 54% の方々が気候変動は非常に深刻な問題であると回答しています。 78% said it is a very serious problem or somewhat serious problem. 極めて深刻な問題である、あるいは幾分深刻な問題であるという答えをした方々合わせますと、合計 78% に上ります。So the world is very concerned. つまり世界の人々は非常に懸念を深めているということが見えてくるわけです。 A median of only 3% said this is not a problem. 気候変動が問題でないと答えた人のメディアンは 3% にしか過ぎませんでした。 But there are large differences between countries.それはあくまでもしかしメディアンであって中央値であって国ごとに大きな違いがあることも確かです。 12% of the people in the United States and 10% of the people in Australia say it is not a problem. アメリカですと 12% の方々、オーストラリアですと 10% の方々が気候変動は問題でないと答えております。And as you can see, 45% of Americans, only 45% of Americans, say it is a very serious problem. そしてアメリカ人については、極めて深刻な問題である、ベリーシリアスと答えた人は 45% にしか過ぎないということも注目に値します。
And only 45% of Japanese say it is a very serious problem. また日本人の中でも極めて深刻な問題であると答えた人はやはり 45% しかいらっしゃいませんでした。But only 18% of Chinese say it is a very serious problem. しかし中国は 18% の方しか非常に深刻な問題であると捉えてらっしゃらないということが分かっております。The concern in China is the lowest in the world. 関心の低さという意味では世界の中で中国が一番関心の低い国です。We then ask people, you have just said to us you are worried. What are you willing to do about it?で次に私どもは心配だと答えた人に対して心配なのは分かりましたとでは何をすべきだと思いますかどういう行動を対応を取るべきだと思いますかという尋ね質問をいたしました A global median of 78% almost 8 in 10 people said they want their government to go to Paris to the conference on climate and sign an international agreementlimiting greenhouse gas emissions. そうしましたらば 78%、まあ、これは10人中8人と言っていいと思うんですけれどもの方々がそれぞれの国の政府にはパリの COP21 に行って国際合意に署名してきてほしいとつまり温室効果ガスの排出を再現する国際合意に署名してきてほしいと言っております We then ask people, do you think that people will have to change the way they liveTo deal with climate change. 次にした質問は気候変動の問題に対処するために人々のライフスタイルを変える必要があるでしょうかということを聞きました。Or do you believe that technology will solve the problem and people will not have to change the way they live? ライフスタイルを変える必要があるのか、それともライフスタイルを変えなくても技術で問題を解決することができると思いますかという問いをいたしました。As you can see,Overwhelmingly, people around the world say we understand that lifestyles will have to change. そうしましたら、圧倒的多数の方々がライフスタイルを変える必要があるということが理解できているという答えをしたわけです。Finally, we ask people, do rich countries, such as the United States, Germany, and Japan,have to do more than developing countries because rich countries are responsible for most of the greenhouse gases. そして最後の質問は、ドイツ、アメリカ、日本といった豊かな国の方がこれまで排出してきたガスには責任を負っているのだから、途上国よりも大きな役割を果たすべきでしょうかということを聞きました。Or do you believe that developing countries will have to do as much as rich countries?Because they will be responsible for more and more of the greenhouse gases in the future. それとも途上国も豊かな国と同じように今後途上国が温室効果ガスをどんどん排出していくことになるんだから同じような負担を背負うべきでしょうかということを聞きました。For those of you who are following the negotiation now, you realize this is a hugely political issue in the negotiation, and overwhelmingly,More than half of the public says rich countries should do more. 交渉をフォローしていらっしゃる方は、この交渉の中で途上国も負担すべきかどうかというのが大きな争点になっているということはご存知だと思いますけれども、この世論調査でこの問いかけをしてみましたところ、半分以上の方々が豊かな国、先進国が多くの負担を背負うべきであると答えていらっしゃいます。But I can tell you this is very controversial.In places like the U.S. and Japan, the public says the rich should not do more than the poor. ただこれはかなり意見が割れている点でありまして、例えばアメリカや日本では豊かな国だけではなく途上国にも一定の負担をさせるべきであると答えている方が多いわけです。These are the top six emitting countries in the world.こちらに出ています国々というのは世界で最も排出量の多い国です。6カ国。Notice two things. で、ここで気がつかれることは2つあると思います。Even in those countries where relatively small proportions of the population think climate change is a very serious problem
Nevertheless, they want their government to do something about it in Paris. これで見て分かっていただけますように、気候変動が極めて深刻な問題であると答えている人たちの割合が相対的に低い国においても、パリにおいて、それぞれの国の政府にはしっかりとした合意に署名をしてきてほしいと思っているということが分かります。Notice that less than half the Japanese public say it is a very serious problem, but 8 in 10 Japanese support the Abe government signing an agreement in Paris. 日本もそうでありまして、気候変動深刻な問題だと捉えている人は対象者、日本で調査の対象となった方々の半分までいかないわけですけれども、それでも10人に8人の日本人の方々は、今回安倍政権にはパリに行って、気候変動に関する国際的な条約、合意にサインをしてきてほしいと答えています。These are the Japanese answers to the major questions, and we can compare the Japanese answers to the global median. こちらが日本の方々の主要な質問に対する回答です。これらの回答をグローバルメディアンと比較していただきたいと思います。Notice that while only one in three Japanese think the rich should do more than the poor,Over half of the world's population say the rich should do more than the poor. 日本人の場合は、豊かな国の方が貧しい国よりも多くの負担を負うべきだと考える人は3分の1にしか過ぎないんですけれども、これがグローバルの場合には、世界では半分以上の方々が豊かな国の方がもっと負担を背負うべきだと答えているという対比がここで見て取れるわけです。We ask people around the world,What do you think you are experiencing most from climate change? また気候変動で具体的に皆さんどういう経験をしていらっしゃいますかということを尋ねました。Most people say drought. ほとんどの方が干ばつを経験していると答えておられます。The Japanese say severe weather. 日本の方々の答えで多かったのは異常気象。I can tell you that.Sometimes what people think is climate change is something they're actually experiencing. For example, in the western part of the United States, people say drought is my biggest concern, and in fact, there is a drought in the western United States.で時々このアメリカの西部なんかですと干ばつが発生している、そしてそれを皆さんがやはり気候変動の問題に結びつけるという傾向があるわけですけれども。But other times, we find that people say they're experiencing or concerned about some phenomenon, but there's no evidence there's that phenomenon in their country. そして、ある現象、干ばつなら干ばつについて、気候変動のせいだということで懸念をするという答えが出てきていても、しかしながら実際にはその干ばつなり何なりの現象がその国の中では実際に発生していないというケースもあります。アメリカ西部の場合には実際に干ばつ発生していますけれども。Which I think is to remind us that what people think they're experiencing and what is actually happening can be two different things.ですので、自分が経験しているとみんなが思っていることと実際に起きていることの間には違いがある場合もあるということを覚えておく必要があります。This is the map I showed you previously with the numbers plugged in terms of very serious concern.こちら先ほどの地図と同じなんですけれども極めて深刻な懸念であるということに関する数字をこの地図上に入れてあります。Notice that 76% of Indians are very concerned about climate change. 例えばインドを見ていただきたいんですけれども、76% の方々が気候変動について大変懸念していると。I can tell you that negotiators for other countries have said to me, this is very interesting.This is not what the Indian government is telling us. 海外の交渉担当者の方にこの地図を見てお話を地図を見せてお話を聞きましたら、これ非常に面白い数字だと。このインドについて書かれている数字は、実際に交渉に当たっているインドの政府の代表者の姿勢とはかなり開きがありますねということを言われております。This is the question
Is climate change a very serious problem? As you can see, as I said, 45% of the population in the U.S. and Japan say it's a very serious problem. That is below most regions in the world.こちらは気候変動が深刻な問題ですかということを問いかけた、それに対する答えなんですけれども、先ほども言いましたけれども、アメリカ日本ともに 45% となっております。 45% の人が深刻な問題と捉えている。しかしこの 45% というのは他の国や地域に比べて、低い数字になっております。 This is the Asian region. As you can see, Japan isabout in the middle in terms of its concern relative to other populations in Asia. 懸念の水準という意味では、こちらのグラフはアジア各国に絞ったグラフとなっておりますけれども、アジアの中で日本は懸念のレベルという意味では真ん中あたりです。This is the question on signing a deal inParis. こちらのグラフはパリで国際的な合意をまとめるべきかどうかということに関して。Notice that in every region of the world, there is very strong support for signing a deal. パリで交渉をまとめる合意にこぎつけることに対して、多くの地域において強い支持があることがわかります。Not surprisingly, young people.are more likely to support signing a deal than older people. そしてこちら、これは驚きではないと思うんですけれども、パリで合意をまとめることに対して、年齢層で言いますと、若年層の方が強い支持を表明しております。But there is no generational difference in Japan. しかし日本では年齢層による差があまり見られません。However, there is a huge generational difference in the United States, 25 percentage points. しかしアメリカでは世代間の大きな格差がありまして、一番右にありますように25ポイントもの差があるわけです。We then ask people, should rich countries do more than developing countries, or should developing countries do just as much as rich countries to deal with climate change?次の質問です。途上国も豊かな国と同じぐらいの負担を背負うべきかどうか、それとも豊かな国の方が途上国よりも多くの負担を背負うべきかどうかということを尋ねましたところ、こうなりました。Notice that 58% of Japanese say developing countries should do as much as rich countries.日本見ていただきたいんですけれども、 58% の方々が先進国だけではなく途上国も負担を負うべきと答えていらっしゃいます。 And 50% of Americans agree with the Japanese. アメリカの 50% の人たちも日本のそういった方々と答えを一にしております。 But most of the world disagrees with Japan and the United States. しかし他の国々地域は日米と意見を異にしていると。There is a generational divide on this issue. 世代間の意見の違いというのもこの点についてありまして。 Young people in Japan are more supportive of the rich doing more than are older people. 日本の場合も中高年層に比べて若年層の方が豊かな国がより多くの負担を担うことに対して支持を表明しております。 And again, Americans and Japanese agree. It is younger Americans who say the rich should do more, whereas older Americans are likely to oppose that.これについても日本とアメリカは似ておりまして、アメリカの場合も中高年層は途上国にももっと負担をさせるべきだと思っているんですけれども、若年層はアメリカのケースも日本と同じように豊かな国がもっと負担を背負うべきであると考えています。This is the question: Will people have to change their lives because of climate change? Notice that most people believe thatLifestyles will have to change. こちらはライフスタイルを変えなければならないかどうかということに関する質問です。これ見てわかるように、ほとんどの方々がライフスタイルは変えざるを得ないと思っていることがわかります。And even in Japan and in the United States, two countries that have a great deal of faith in technology
Only a minority of the population believes technology will save us. そして日本でさえ、アメリカでさえ、まあ、日米ともに技術を非常に強く信奉している国なわけですけれども、技術の力を、この日米という2カ国でさえ技術で問題を解決できると思っている人たちがマイノリティ、少数派であるということがわかります。 This is one of the most interesting results of the entire survey. 今回の世論調査の中でどれか一つ一番興味深い結果を示せと言われたらこれだと思うんですけれども、Women are more likely to be willing to change their way they live than men. 男性に比べて女性の方がライフスタイルを変えることに対して前向きであるということが分かっております。My wife would say that's because women are more responsible than men. 私の家内に言わせれば男は無責任だと、女の方が責任感が強いんだと言うと思いますけれども。But notice there is not a gender difference in Japan.しかしお気づきだと思いますけれども、日本については男女の差がありません。The biggest gender differences are in English-speaking countries, and I cannot explain that. じゃあ男女間格差が大きいのは英語圏の国々でなぜか、その理由が私には説明つきませんが。I don't know. Finally, we should remind ourselves that these are very divisive issues.最後になりましたけれども、やはりそれでも大変これは人によって意見が大きく異なる問題であるということを改めて認識しておかなければなりません。 In Europe and America, we ask people to put themselves on an ideological line. Are you on the left, on the middle, or on the right?欧米におきましては、その回答者に対して自分はイデオロギー的に右派であるか左派であるか中道であるかということをまず特定していただきました。 Notice how divided people are by ideology on concern about climate change. 気候変動に対する懸念がイデオロギーでかなり違うと、その人のイデオロギーでかなり違うというのがお分かりいただけると思います。Notice that in the United States, it is a 38 percentage point differential. このイデオロギーで、例えばアメリカの場合は38ポイントもの開きが出ているというのがお分かりいただけます。We also ask people, what party do you identify with? それから支持政党についても伺いました。In the United States,Only 20% of Republicans say they are very concerned about climate change. 共和党支持者の中で気候変動について非常に懸念していると答えた人は 20% にしか達しませんでした。At the same time, 68% of Democrats are very concerned. 一方、民主党支持者の中では 68% の方が極めて懸念していると答えています。And while 50% of Republicans say they want a deal signed in Paris to limit emissions, 共和党支持者の 50% が COP21 において排出を制限するような合意をまとめてほしいと言っているのに対し、82% of Democrats support signing such an agreement. そうした国際的な合意に署名することを支持する人は民主党では、民主党支持者では 82% に上っております。So this is a very partisan issue in the United States. つまりアメリカについて言えば、これはどの政党を支持しているかによってかなり意見が違うということがわかるわけです。Finally, just a brief look at Japanese demographics.では日本の内訳を少しだけ見ておきましょう。 Interestingly enough, older Japanese are much more likely to say climate change is a very serious problem than younger Japanese. 面白いんですけれども、日本の場合は若年層に比べて中高年層の方が気候変動を深刻な問題として捉えているという結果が出ています。 This is a huge generation gap on this issue. これについて日本においては特に大きな世代間の意見の格差が見られております。And we ask people what they would be willing to do about climate change. Interestingly enough, there's not much difference between men and women, or young people and old people.
or high income and low income people. そして日本についてじゃあどのようなアクションを取りますかということを聞いたときに男女間あるいは年齢による所得による差というのはほとんど出てきませんでした。All of this material is available on our website and much, much more. The entire report, not just the slides, is available, and there is much more detail in the report, including the top line. これら今日お示しした内容はすべて私どものウェブサイトに載っておりますし、レポート本編を見ていただければトップラインも含めて非常に詳しく中身が出ておりますのでご参考になさってください。Most important, it is free and it is searchable.そして大事なポイントですが、ウェブ上に載っかっている私どもの情報はすべて無料で提供しておりますし、検索可能になっております。So I recommend it to you if you want more detail. ぜひ詳しいことをもっと知りたいという場合にはご参考になさってください。I look forward to your question. ではご質問をどうぞ。はい、ありがとうございました。大変興味深い。いろんな結果が出てて、すごく刺激的なブリーフだったと思います。さて、それではあの質問の方を受けたいと思いますが、冒頭申しました通り3時半にはブルーストークさんここを出発しますので、たくさんの質問を受けたいと思います。できれば簡潔にお願いいたします。それじゃあそれらが手を挙げていらっしゃる方、マイクの方にですね、歩いていただいて、でお名前とご所属をお話して、で質問を簡潔にお願いします。どうもありがとうございました。朝日新聞の大本といいます。簡単な質問ですが、およそ4万人、4万何千人という話でしたけれども、これは各国およそ1000人強ずつというそういう理解でよろしいんでしょうか。それが1点。第2点はグローバルメディアという場合にはこれは全体のトータルのではなくて国ごとの平均値ということでしょうか。その2点お願いします。I'm Omoto of Asahi, and I have two questions, simple questions. First of all, you said you asked questions to 40,000 strong people, and is it fair to say that these 40,000 people were distributed evenly amongst all the countries, 1,000 each? That's my first question. The second question, you talked about global median. You're not talking about the total, but is it fair to say that when you say global median, that means average or mean for each country? Good questions. It's 45,000 people actually, but it's mostly 1,000 people per country. はい、いい質問ありがとうございます。4万5千人ですけれども、大体各国1000人ずつと考えていただければ。And more people in China and India because they are bigger countries. 中国とインドについては人口が多いですから、その分若干人数も多くなっております。And when I say median, we mean the median of countries.メジアンと言いますのは国のメジアンです。So that, for example, if we say the median is 50%, then half the country numbers are higher than that, half the country numbers are lower than that. It's not a median of the world's population. お例をとって言いますと、メジアンが 50% といった場合には、国の数で、それを超えるところが半分以上、失礼、半分、それを下回るところが半分という国の数ベースで見ております。はい、ありがとうございます。それでは、はい、どうぞ、お願いします。個人会員の土屋と申します。中国のですね、答えがちょっとあれだけ大き最大のポリウーターでですね、で実際空気も汚れているのは非常に身をもって感じていると思うんですが、それがああいうことあまりそうコンサーンじゃないという答えが出てくるというのはこれは何でしょう。一つはその空気の汚れと気候変動というのは関係ないと思っているのか、それともあるいはその言論の自由について若干懸念があってですね、こういうことを正直に答えるとまずいというような意識が中国人の答えた人の中にあるのかどうか、ちょっとそのあたりのどういうふうに
分析されているのか教えてください。Thank you very much. I am Tsuchiya, an individual member. I was particularly interested in the responses from people in China. I mean, China obviously is the biggest polluter in the world, and we all know that the air in China is very much polluted. We live the air pollution from China. So I was rather struck by the fact that they do not seem to be concerned about climate change, those in China. Do they believe, it seems that it seems as if they believe that climate change and air pollution in China are unrelated. I mean, is it because they believe that climate change and air pollution in China is unrelated, or is it a case of freedom of speech restrained in China, which inhibited people in China to give their honest views? Which do you think is the case? I agree with you. I think the Chinese results are the hardest to understand. おっしゃる通り、中国の調査の結果というのが一番理解しにくい、解釈に困る部分です。5 years ago, we asked this same question in 20 countries, and at that time, the Chinese were the least concerned as well.5年前にも同様の世論調査、同じような質問を20カ国で投げかけて世論調査を行っておりますけれども、当時の調査においても中国人が一番懸念していなかったわけです。Every year in China, we ask people what are the biggest problems facing the nation. 毎年中国において中国が直面している一番大きな問題は何かという質問をしております。And almost every year, the same three problems are near the top of the list. 毎年、ほぼ毎年、その一番大きな中国にとっての問題のトップ3というのは同じです。Corruption, inequality, and air pollution. 腐敗、不平等、それから大気汚染、この3つがトップ3でほぼ毎年上がってきます。So people do not seem inhibited about complaining about thingsThat might be seen as negative about the government. ですので、政権に対してもしかしたらマイナス材料と捉えられるかもしれない、そういった答えをすることに対して何らかの抑制がかかっているということではどうもないようです。つまり、不満を述べることが禁止されているという状況ではないと思っております。But if they say that air pollution is one of the top problems in our country,Why don't they link that to climate change? ただ分からないのはおっしゃる通り、中国が抱えている最大の問題、トップ3の一つが大気汚染であるというならば、なぜそれを気候変動の問題につなげて考えないのか。Because remember, these are average people, and you would think that they would make that connection, or you might think that they expect them to make that connection. この普通の人を対象に中国の調査をしておりますから、普通の人であれば当然気候変動と結びつけるのが当然だろうと、自然だろうと思われると思うんです。And frankly, I just don't know. And the data doesn't tell us why they would say air pollution is a problem.But we don't think climate change is a big problem. 率直に言って、なぜなのか、なぜつなげられないのか、つながってこないのかが分かりません。データを見ているだけでは、そこの理由が見えてきませんし、なぜ大気汚染は問題だけれども、気候変動は心配していないと言えるのか、そこのつながりが私にも分かりません。It's further complicated by the fact that 49% of Chinese say it is affecting people now, but only 15% say it is affecting me personally. で、この世論調査の中で、今この気候変動はすでに影響を及ぼしているでしょうかっていう質問と、今あなたの生活にすでに気候変動が影響を及ぼしているでしょうかというこの2つの質問をしているんですけれども、前者の質問、つまり今も気候変動の影響が出てますかと聞くと、中国人の 49% がイエスと答えるんですけれども、あなた個人にもはやもうすでにマイナスの影響が出てますかと聞かれると、中国人の 15% しかイエスと答えないと。So this suggests they are aware of the problem, but for whatever reason, they don't think it's a problem in China or a problem for them. ですので、問題であるということは認識している。しかし、どういう理由があるのか分かりませんけれども、なぜか中国にとっての問題であるという認識がない。あるいは自分個人にとっての問題であるという認識がないという状況なんです。
I'm going to Beijing tonight, and one of the first questions I'm going to ask the Chinese is, explain this to me. 私今日の夜フライトで北京に行くことになりますので、中国に行ってまず私が向こうの人にしたい質問は、ここのつながりがないのを教えてくれという質問です。はい、それでは次どうぞ。はい、いや、じゃあどうぞ。はい、お願いします。はい、はい、はい、どうぞ。日経 BP 社の西です。先ほど5年前にも調査やったということなので、過去の調査との比較を伺いたいと思います。2009年 の、 そのコップ15、コペンハーゲンのコップ15では、合意形成できず破綻、交渉が破綻してしまったと。その時の世論と比べてどうなのかという点を伺えますでしょうか。大体この問題、総論賛成で格論反対と言われることが多いんで、そのあたりのご意見を貸してください。Thank you very much, Nishi of Nikkei BP. You just said that you conducted a similar survey 5 years ago. So I want you to give us a comparison between the survey conducted 5 years ago and this particular survey, because back then, around 2009, there was this COP15 in Copenhagen, which did not result in a deal. So I would like you to compare the public opinion back then. And now, I know that this is an area where people would agree overall, but when it comes to the details, they tend to disagree. So I just wanted to hear the comparison. Unfortunately, back then, we only ask one of these questions, so we only can compare one question to 5 years ago. 5年前にした質問で、今回と同じ質問というのは1個しかなくて、残念なことに、そういう意味ではその1つの質問についてのみ比較をすることが可能なんですが、And we only ask it in 20 countries, not 40 countries. 今回は40カ国ですし、当時は20カ国しか対象にしなかったという違いもあります。Now, in both cases, we think these were the largest surveys ever done on climate change internationally. 国際的な気候変動に関する世論調査は、これ、過去にない最大規模であるというふうに5年前も今も思っているわけですけれども。But I admit,It was only 20 countries 5 years ago, and it's only 40 countries today. それはそうなんだけれども、5年前はそれでも20カ国しか対象にできなかったし、今回も40カ国しか対象にできておりません。The global median on concern, very concerned, has not changed in a statistically significant way.で、非常に気候変動が懸念されるという質問に対するグローバルメディアンは、統計的に優位な差が5年前と今回で出ておりません。Concern has gone up in the US, it has gone up in France. 懸念の程度はアメリカでもフランスでも5年前に比べて上昇していますけれども。But it's also gone down in some countries, including in China. 中国も含めいくつかの国においては、5年前に比べて非常に懸念される気候変動というような問題であると答えた人の割合が減っているケースもあるんです。Again, one of my questions when I go to China will be, how in the world has it gone down when China has actually...the government has become more engaged on this issue?今回中国に行ったら、これもどうしても聞いてみたい質問です。なんで下がるなんていうことがあるのかと、中国政府がここへ来て、関与の度合いを強めているのになぜ中国において懸念だと考える人の割合が下がっているのか、これも聞いてみたいと思っています。 One explanation could be, well, people have other things to worry about. 一つ考えられる説明としては、気候変動以外にも人々を悩ませている問題が他にあるということなのかもしれません。 ButMany countries have other things to worry about, and the populations are still also worried about climate change. でもいろんな問題抱えているのは中国だけではなく、他の国だっていろんな問題あるんだけれども、それでもそういった国々の人たちは気候変動は深刻な問題だと答えている。So it'll be interesting to find out why the Chinese concern is so low and why it has actually gone down in the last 5 years. ですので、なぜ中国人だけがこれほど関心のレベルが低く、懸念だと思っている水準が低く、そしてこの5年間で非常に深刻だと思っている人たちの割合がなぜ下がってしまったのか、ぜひ聞いてみたいと思っております。Yeah. Yeah.すみません。5年前の調査というのは2010年なのか2009年なのかというと。Was it in 2010 or 2009 that this survey was conducted 5 years ago when you say 5 years ago?
I would have to look. I think it was in 2010, if I'm not mistaken. 調べますけれども。あというのはコペンハーゲンが2009年の12月だったんで、その前か後ろなのかだけ確認して、調べますけども2010年だったと思います。 The reason why I ask this question is that Copenhagen COP15 was in December 2009. So、yes. I just wanted to clarify whether it was before or after Copenhagen. It was in 2010. It would have been the spring of 2010. 2010年の春です。はい、じゃあ奥の方お願いいたします。あ、神保さん、どうぞ。よろしく。個人会員の神保です。英語で質問します。Hello, Bruce. Okay, I want to ask the situation in the United States. That the reason that who are concerned about the climate change in the U.S. remains at 45% is obviously, as according to your survey, because of Republicans.Only 22% of Republicans are concerned, as opposed to 68% on Democrats. Do you have any supporting information or data that explains why, what the, you know, ideological inclination makes the Republicans less concerned? Is that they like to think that way, or they?Actually believe that it is not a serious problem. Do you have any supporting information that explains the partisan gap in U.S.? Thank you. アメリカにおいては政党支持政党によって意見が分かれるという話がありました。アメリカ全体では気候変動が深刻な問題だと考えている人 45% なのに、それを共和党支持者民主党支持者に分けると、共和党支持者は 22%、 民主党支持者が 68%。 なぜなのか、その理由についてはどう見ていらっしゃいますでしょうか。なぜ民主党の方が共和党よりも懸念深刻な問題だと考える人が多いのでしょうか。That of course is the most important question. 大変最も重要な、それはポイントなんです。Our data does not give us a good explanation. データを見ているだけではしっかりとした説明がつきません。And to really get at this, we'd have to do focus groups. これを突き詰めて調べるにはフォーカスグループの調査をせざるを得ないと思うんです。However, we do know thatRepublicans are, compared to Democrats, they are more likely to be men and they are more likely to be older people. ただ一つ言えるのは、民主党と比較してということですけれども、共和党支持者というのは男性が多く、どちらかというと民主党支持者に比べて年齢が上です。And men tend to be less concerned than women.And older people tend to be less concerned than younger people. で、男性というカテゴリーも、中高年層というカテゴリーも、懸念の度合いが低いカテゴリーなんです。例えば女に比べて、あるいは若年層に比べて。And in some of our analysis, we found that Protestants are less concerned than Catholics. それから私どもの調査の結果でもう一つ分かっているのは、カトリックの人たちに比べてプロテスタントの方々の方があまり心配していないという結果も出ております。And when we've dug into why Protestants might be less concerned than Catholics, it may have less to do with theology and more to do with ideology.で、そのなぜプロテスタントとカトリックの間にこれだけの差があるのかということを掘り下げて考えていくと、それは宗教に関する信条、信仰の問題というよりはイデオロギーの問題であるということになっていくのではないかと思っております。 And what you find among some conservative Protestants is they are less likely to be supportive of gay rights, less likely to beSupportive of abortion, less likely to be in favor of big government, and less concerned about the climate.You mean conservative Catholics or conservative Protestants? ですので、神学が根っこにあるのではなくて、イデオロギーが根っこにあると突き詰めてみればということになるかもしれません。例えば、プロテスタントの保守派ですけれども、ゲイに対する強い支持はありません。中絶も反対、大きな政府に対しても反対、そしてその同じ流れで気候変動に対しても反対という色合いが強い。So there seems to be an ideological connection here on a series of issues
And climate is just one of them. ですので宗教の差である同時に突き詰めていけばこれはイデオロギー的なつながりがどうしても浮かび上がってくる。そしてその一つが気候変動の問題であるということなんだと思います。あ、じゃあそこの真ん中の方をどうぞ手を挙げてらっしゃいます。朝日新聞世論調査部の斉藤と言います。一点方法論的なところをちょっとお尋ねしたいんですけど、この日本での調査は固定電話ということでよろしいでしょうか。Thank you very much. I'm Saito of Asahi Newspaper, and I'm in charge of public opinion polls. I have a question about methodology. Have you conducted fixed phone line survey in Japan? Landline. It is landline and cell phone. 携帯も固定回線も両方です。日本では両方やられてるということです。Both landline and mobile. そうですね。日本それであれば問題ないんですけれど、日本 の, 固定携帯オンリー数が非常に増えてますので、その辺携帯でやってれば問題はありません。もしこれが固定だと年齢層でだいぶ違いが出てくるということだけちょっと確認したかったです。 Because one of the concerns I had, I mean, now that you have answered, my concern has been dispelled, but mobile phones are pervasive amongst the young in Japan, and fixed line phones are mostly used by the older generation, so that was my concern. Thank you. It is the same in the US and the same concern. If you only call landlines, you miss young people, you miss poor people, you miss old people. Well, actually, you get old people, but you miss young people. And it can lead to really distorted findings if you only call landlines. そうです。日本と同じでアメリカもそうで、固定回線を使った調査だけで携帯を使わないと若い人たちを落としてしまうことになりますし、それでは貧しい人たちも補足できない。結果として世論調査の結果が歪曲されてしまいますので、そこは気をつけております。もうあと1問、じゃあ私からですね、I have a two or three questions maybe. Sure. Yeah. On the same line of the white Chinese. Yeah. Response of not so much concerned about the climate change and the, you say that Japan and U.S. numbers of Japan and U.S. Which are 45 kind of slow, and I just want to ask you that do you have any reasons which can be explained or persuasive for us why Japan and the U.S. people are not so concerned?And also the other question is why India, number of India is 70 something? 76% are concerned 76. In India. Yeah, right. Yeah. Right. So why so in India, 76? And why Japan and the US, 45, very low. Yeah. In comparison to the other European Western countries like Germany, 55, France. Yeah.日米で気候変動が深刻な懸念であると答えた人は 45% と、例えばドイツの 55% なんかに比べて低い、なぜか。それからインドは 76% と、逆に非常に懸念している人たちの割合が多いわけですけれども、なぜか。This is a question that has come up in Europe and in Japan, and I think it's a very, very good question. これ、ヨーロッパでも日本でも出てくる話なんですけれども、非常にいい質問だと思います。I think one of the things I wish we had been able to do was ask people where they get their information. 一つ今回の調査でやれればよかったなと今になって思っておりますのは、どこから情報を取ってますかということを質問の中に入れることができればよかったなと。We know in parts of Europe and in parts of the United States, some mediagives this more attention than other media. で、ヨーロッパの一部、それからアメリカの地域によってもなんですけれども、まあ、いろんなメディアがあります。で、メディアによってこの気候変動の問題に大きな焦点を当てているメディアとそうでないメディアがあると。So it would have been interesting to ask people their concern, but then also.See where they get their information about this. ですので、気候変動問題だと思いますかという質問に合わせて、情報はいつもどこから取っていらっしゃいますかという質問もすべきであったなと思っております。Now you know the Japanese media situation better than I do. 日本のマスコミの論調については私なんかより皆さんの方がよくご存知。But I do know in both the United Kingdom and the U.S. there is some media who play down this issue and
if that's the case in Japan, there might also be a reflection of that in people's level of concern. If they read a certain newspaper or watch a certain television station, maybe they're less concerned than if they read a different newspaper and read, you know, watch a different television station.ただ、まあ、日本のマスコミの報道は皆さんの方がよくご存知ですけれども、イギリス、アメリカのマスコミを見てみますと、イギリス、アメリカのマスコミの中には気候変動というのはそれほど大した問題ではないという論調で報道している報道機関もあります。もし日本にもそういう報道機関があるという、もしそういうことであるならば、それが関心度の低さにつながっているということも考えられる一つの理由ではありますけれども、つまりどの新聞や放送局をいつも購読し、視聴しているかということによって、人々の回答が左右されてしまうということももしかしたらあるのかもしれません。インディア。India, it's very interesting because the Indian government in the past, because they've said this to me, that our people are not this concerned about this issue.インド非常に面白いケースで、以前インド政府の担当者から私直接聞いたんですけれども、インドの人たちは気候変動についてあんまり心配してませんよという話を直接インドの政府の人から聞きました。 And I don't know whether that statement was based on polling or whether that statement was just their own opinion.それがちゃんとした世論調査に基づいた話だったのか、自分の意見をただ単に述べただけなのかは分かりません。But clearly the Indians are concerned, and I assume that has to do with weather issues or water availability issues, or it is true that Prime Minister Modi, before he was elected, actually wrote a book saying that climate change was a problem.ただ今インドの人たちがこれだけ心配しているということは事実であって、それは実際に異常気象が発生しているとか水不足が発生しているという具体的な事象があるからなのかもしれません。それとモディ首相も首相に就任する前ですけれども、自分の書いた本の中で気候変動について問題であるということを言っております。はい、ちょっと日本のメディアがこの問題をプレイダウンしてる。 I don't think the Japanese media actually plays down the issue of climate change. They don't. Simply, I could say that much more reporting should be done. Too less, too little. But I don't think we do play down. さて、他に何か質問ありますか？もうあと1問ぐらいあると思うんですけど。はい、じゃあ最後の質問で。This should be the last question. Yeah, sure. これ最後にすいません。Yeah. してください。短めにお願いします。日経新聞の浅沼と申します。基本的な質問で恐縮なんですけれども、気候変動がですね、深刻な問題かということについて、グローバルメディアンで 54% という数字が出てるんですけれども、これ、もし他の問題とですね、例えば他の環境問題とかと比べてですね、どの程度深刻っていうふうに捉えてるかどうかという、何か比較できるようなですね、示唆があれば教えてください。Thank you very much. I'm Asanuma of Nikkei. This is a very, very basic question. You said the global median for those who responded that the climate change is a very serious concern was 54%.How serious is this figure? I know that there have been similar surveys conducted on other environmental issues other than climate change. So I just wanted you to give us some comparison as to how this 54% global median figure is serious. Yeah. I don't know, and we have not conducted global surveys on other environmental issues. So I can't compare this, say, relative to...I don't know what. I think we have to take it for what it is. More than half, a median of more than half say it is a very, very serious problem. Not somewhat serious, but very serious. Remember, if you combine the answer of very serious and somewhat serious, it is then 78%. So people are concerned...They're more likely to say they're very concerned than somewhat concerned. But nevertheless,
there's a huge difference between major emitting countries. So only 18% of the Chinese, only 45% of the Americans. So in the countries that matter in terms of emissions, the concern is still relatively low, I think. That would be what the data seems to suggest.はい、ありがとうございます。分からないというのが正直な答えです。と言いますのも、私どものリサーチセンターで、気候変動以外の環境問題に関してこのような世論調査を行ったということがありませんので、例えば環境問題のあの問題に比べて今回はということを比較できない、ということを申し上げなければなりません。ですので今回の数字はその数字そのままで我々としては受け止めるべきではないかと思っております。つまりベリーシリアス、非常に懸念されると答えた人のメジアンが50を超えてたということを真摯に受け止めなければならないと思っております。そして極めて懸念される、つまりベリーシリアスという方とサムワットシリアス、幾分懸念されると、深刻であると懸念されると答えた人を合わせますと、冒頭にも申し上げましたけど 78% に上るということがありますし、極めて心配だと答えた人たちの方が幾分心配だと答えた人たちよりも多くなっているということもあります。ただ気をつけなければならないのは、排出国の中でも大きな違いがあるということ、それと中国については 18%、 アメリカについては大きな排出国であるにもかかわらず、この2カ国ともアメリカは 45%、 中国は 18% という低い水準になっているということなのです。つまり主要排出国 において懸念の水準が低いというのも、我々がしっかりと受け止めなければならないポイントではないかと思います。はい、どうもありがとうございました。大変興味深い中身がいろいろ発表された世論調査結果だと思います。日本においてちょっとシリアスネスの意識が低いんだなということもよく分かりました。環境大国とか言いながらこういうことでいいのかなとも思った次第です。 Thank you。はい、それではですね、最後に記者クラブからの贈り物の、これはボールペンですか、ボールペンをブルーストークさんにお渡したいと思います。 Yes. Thank you. Yeah.Thank you. Thank you very much. Thank you so much for coming back.